最近整形依存症の方どんどん増えてますね、うん、若い人たちが SNS やったり、まあ、インスタグラム、うん、TikTok やったりとか自分の顔の写真と他人を比べる機会っていうのが昔と比べてすごく増えてるんですよね。だから自分の一瞬を切り取った写真見て鼻の穴がすごい広がってるとか目が左右下がるってすごいブサイクだって、まあ、最近の患者さんってみんな写真を見せてですね、私写真がブサイクなんですって言ってくるんですよね、うん、でも実際顔見てるとそんな悪くないよって言ってもでも写真が嫌なんですって言って会話が成立しないし、ね、それでもさ、はい、手術したいって言ってくるのにもうやりすぎだよとか言うんですか、はい、やっぱり。いや僕は多いですね。ああそうなんだ。適応がなければやらない方がいいよって言います、ね、それは良心的ですね、はい、ただそればっかりやってるともう売り上げにならないので必要のない手術をそのままやっちゃうっていうところがあるんですね。でどんどん顔面がコテコテになってで修正手術繰り返して顔が崩れていくっていう人は多いですね。やりすぎ注意と。